ざけるな、おい、ふざけるな。火災だと、こんなバカなことがあるか。人類の未来に関わる重大な論文が燃えてなくなってしまったのだぞ。悠長にインタビューなどしている場合か。ロシアン航空は絶対に許さん。あの木に乗っていた乗員は全員ぶち殺してやる。金の問題ではない。いいか、もう一度言うぞ。人類の歴史を塗り替えるほどの論文が燃えてしまったのだ。くそ、なぜ私はスーツケースを貨物室などに預けてしまったのだ。自分で持っていればこんなことには。タイムトラベルだ。過去から未来までのあらゆる時空を支配することさえ可能な発明だったのだ。などと意味不明なことを話していました。繰り返します。ロシアに亡命したドクター中渕氏こと牧瀬正一氏がモスクワのドモジェドボ国際空港に到着直後、ロシア当局に拘束された模様です。なお警視庁は7月28日に秋葉原で起きた傷害事件で牧瀬氏を重要参考人として調査中だったとの話もあり、ですか。ああ、そうだ。そんな、すみません、僕何も知らなくて。知らなくて当然だ、教えていないからな。でも無事に退院できてよかったです。僕嬉しい。成長したな、ルカ子。岡部さ、じゃなくて京馬さんが教えてくれた精神ざんま流のおかげです。
神道滅却できました。ラボメンナンバー006、漆原ルカ、お前にこれを授けよう。あの、僕ラボメンにいつ入ったんでしょう。その記憶は遥か彼方、あるいは前世まで遡るかもしれない。前世？お前は生まれた時からすでにラボメンだったのだ。故に誇るがいい。いやか。いや、すごく嬉しくて。地獄の底から蘇ってきた。さすが法王院のチニア、不死鳥の名を抱くのは伊達じゃないにゃ。そうそう、メイクインは2号店を出すことが決まったのにゃ。しかも中央通り沿いなのにゃ。すごいにゃ、すごいにゃ。そうだ、これを渡しておこう。にゃ、これは今日ないつの間にこれを手に入れたのにゃ。入院している間に心の試練を乗り越えたというのかにゃ。やっぱり今日は大した男にゃ。ラボメンナンバー007のピンバッジだ。どうしても俺の助けが欲しいときは、そのピンバッジを握りしめて、ラ・ヨダ・スタ・セ・ラと唱えるがいい。ありがとにゃ。未来ガジェット研究所は秋葉の希望にゃ。岡部、おめえ退院したのか。ええ、まあ。そうそう、紹介しとくぜ。今日からうちでバイトすることになった子だ。見ての通り不愛想なやつだが、よろしくやってくれ。よろしくも何も、始圧師とは顔見知りですよ。始圧師？誰だそりゃ。シャイニングフィンガー、彼女の能力名です。前にヘンプラの仕事で IBN5100 を一緒に探してくれた。ああ、例の幻の PC ってやつか？見つかったのかよ。
ま、都市伝説みてえなもんだからな。モエカはなぜブラウン管工房でバイトを？私が連れてきたんです。それでお父さんに紹介したの。なるほど、お見合いか。バカかてめえ、俺が愛してんのはナエとブラウン管だけなんだよ。お父さん。それにナエが連れてきたんじゃねえ。正確には転んで怪我してた苗を解放してわざわざここまでついてきてくれたってわけだ。モエカにそんな親切をする性質があったとは。で、無職だっつうからそんなら娘が世話になったことだし、うちで働けって話になったわけだ。まさかうちの店でバイトを雇うことになるとはな。前にも雇っていたじゃないですか。あ？何寝ぼけたこと言ってんだ。うちはこれまでバイトを使ったことなんてねえよ。ま、そういうことならよろしく頼むぞ、萌香。これは？ラボメンナンバー005の証であるピンバッジだ。いつでも2階にある我がラボを訪れるがいい。岡部君、これありがとう。あ、もしかしてお帰りとおかりんを合体させたのか？うん、前も言ったよ。おかりんも食べる？退院祝いに一個あげる。その電子レンジはどこで手に入れた？ああ、それは僕が手に入れたんだ。お、買ったのか？拾ってきたに決まってんだろ。上皇、直すのに苦労した。古いけどね、まだ十分使えるよ。さすがスーパーハカー。その調子で次の未来ガジェット作りも頼むぞ。それよりオカリン、オカリン、ひどいよ今日。どうしてマユシーに一言も言わずに退院しちゃったの？マユシーとダル君で病院に行ったら、もう退院しましたって看護師さんに言われちゃったんだから。ナースエロかったよ、ナース。僕がオカリンの代わりに入院したかった。
マユリ、お前は俺の保護者になったつもりか？ずいぶん出世したな。だが勘違いするな。お前はあくまで俺の非保護者だ。おしめのお世話もしてあげたのに。幼なじみの女子高生におしめの世話してもらうとか、うらやましすぎだろマジで。それなんてエロゲー。今度ジューシー唐揚げナンバーワンを買ってやる。本当？ありがとうおかり。頑張ってお世話してあげた甲斐があったよ。ほら、これ。わあ、かわいいね。おお、ついに完成したん。これから毎日つけておかなきゃ。そうしないとラボに入れてもらえないもんね。でもオカリン、あのね、マユシーはこのピンバッジのデザインを見せてもらったときから一つだけわからないことがあるのです。なんだ？文字が書いてあるでしょ。 OSHMKUFA2010 って。岡部、シーナ、橋田、それと漆原、フェイリス、ここまではわかるんだけどね。その他の M と K と A って誰のことなの？あ、そこに到達したらきっと私は消える。一緒にシュタインズゲートにたどり着いたことをお祝いすることはできないはずだから、ここでお礼を言っておくよ。ありがとう、おじさん。死なないで、生きて。
さ。きっと7年後に会おうね。やっと会えた。あなたをずっと探していました。あの時助けてくれたあなたをずっと、私一言お礼が言いたくて、どうしてもあなたに会いたくて、本当にありがとう。あなたが無事でよかった。俺だ。なぜ彼女がここにいる。俺のリーディングシュタイナーは反応しなかったというのに。何？俺が守れたと？やれやれ、勝手なことを言ってくれる。それがシュタインズゲートの選択か。エル、プサイ、コングルー。また会えたな、クリスティーナ。いや、だから私はクリスティーナでも女子でもないって言ったろ。え？
れ、私今ふっと頭の中に言葉が浮かんで、どうして、ようこそ我が助手マキセ・クリス、いやクリスティーナ。これがシュタインズゲートの選択だよ。